はい、どうも、おはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトル東方城付編究極フロア2、こちらを攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りですが、赤字のみです。さあ、そして、スキルは、アビリティですね。アビリティはゼロスマ、死に込む、イエスアイアム、大切な心がけをつけています。そして、ミヤモートがフレンドですね。では参ります。まあ、このフロアに関してはね、もう染み込む音さえ出せれば問題ないです。さあ、アイテムどんどん、このボンバーゴミどこどこと買っていきます。そしてヤモートを破れる、いきなり危ない。これはちょっと危ないですね。ですが気にせず行きましょう。ここはですね、まあ攻撃の手があるので、どんどん攻撃していきましょう。CS でどうせやられちゃいます。そして Yes I am はあるので大丈夫でしょう。うっとりしています。無職19歳。さあ、サンタナが落ちてきました。そしてジョナさんがやってくる。ジョナさんが動いてきてくれてるおかげでだいぶ楽になりました。では行きましょう。サンタナにちょっと当たらないようにしたい。当たってしまった。ここはもう素直にヨッカを、CS を打ちます。4日ではない、 CS ですね。 CS を打ちたいと思います。避けております、避けております。さあ、今度はどこにいる、ここにいるね。さあ、行きましょう。ちょっとアイテムを処理していきたいと思います。これでジョナサンを倒すことができました。さあ、アイテムをちょっと取りながら引っ張って倒しきっております。さあ、第1ラウンド終了。続いて第2ラウンドですね。アイテム取っててよかった。さあ、行きましょう。アブドゥルですね。アブドゥルを集中的に狙っていきましょう。ただ倒しきれない。さあ、ジョナサンも、ジョセフですね、もう動く。そしてアイテムばらまかれる。ここはミドラーですね。ミドラを集中的にいきましょう。かばわれてますね。ここでヨッカを仕込みましょう。CS ですね。 CS を仕込みます。ね、
が伸びていく。では、ジョセフは狙わずに、一つだけね、狙って。自爆してほしいところですが、自爆してくれました。ありがとう。あ、大丈夫ですね。スキルゲージは奪われませんでした。ここで倒れても大丈夫なはずです。避けまくっております。避けまくっております。そして動きまくるおかげでかなり調子が上がってきてる。ではちょっと、魂のチップを使いますね。そしてアイテムを取ったのでこのままいきましょう。アイテム処理を、ここはしたいところですが、あ、できましたね。アイテム処理ができました。さあスピードワゴンが空路にやってきました。スピードワゴンもクールに倒しました。さあ第3ラウンドです。最終ラウンドですね。最終ラウンド、ここはいきなりやってくるので、どうだ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 、ちょっとですね、ボムタイム感じですが、回避を取りながら、いいでしょう。大丈夫なはずです。とんでもないところに行ってしまったようですが、大丈夫だったですね。さあ今度は回復瓶をちょっと取って、倒しました。続いては倒しておきたい、じゃんけん小僧、じゃんけん小僧を倒しました。さあそして撃ってきた光一くん、しかし光一くんよりも怖いのがゆかこです。ゆかこが怖い。これは倒しきりそうだ。しかし光一くんが動いてくれるおかげでかなり変わってる。ありがとう光一くん。光一くんは縛られております。ここでは CS を仕込みましょう。いや CS を仕込んで相手が動いてくれるのを待ちましょう。抜けまくる。何を手まくっております。 CS を打ってくるか。これは想定外だった。しかし自爆しております。自爆しております。よかったです。そして小一くんが走ってくる。小一くんまた縛られる。小一くんもう一度縛られる。縛りが好きです。光一くんに縛られ好きだ。さあ今度は、危ないので、本当に危ないので、ゆかこに対してはやっても大丈夫でしょう。
するかこさえ倒してしまえば奪うものはないです。さあ小一君自爆。さあ怠慢となりました。さあ威嚇も倒れて無事クリア。はい、暖気がけですね、無事クリアすることができました。ありがとうございます。装備品がね揃っていれば2ラウンド何とかクリアすることができました。ではですね、最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。続いてはですね、究極のフロアさんを攻略したいと思います。ではラサバ対